はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今週はですね、セルの方に動いてトレンド転換を再度してバイの方に動いたということをね、お話ししましたけども、これにおいて何が起こるかというと、そう、レンジなんですよね。このレンジが改めて、フェーズを変えてきましたので、こちらの方を解説しながらね、今日はお話していこうかと思います。はい、じゃあこちらをどうぞ。まずこれが日足なんですけども、トレンドがグイッといった後でやっぱりこうボックスが現れてくるんですよね。それが以前こちらだったんですけども、現在シュレッダーが動きましたね。すみません。現在ね、ちょっとフェーズを変えてこちらの方に動いてきました。で、範囲を改めて狭めるためにこのようにね、実態を見ていこうかと思います。ですんで、レンジを113円の400あたりから110円の315というふうな1円のね、上下幅で、見ていこうかと思いますよね。じゃあ4時間の方ですね。まあトレンドがね、パッと出ればいいんですけども、大体そういうことはないんですよ。大体7割ぐらいはレンジですからね。で、新しいフェーズがこういうふうに決まると4時間の方では見えるのかなと思うんですよね。だから以前はこちらだったんですよ。それがちょっと下の方にガクッと移ってきたかなってことですね。細かく見るとここもレンジになってまして、トレンドは一瞬だけあったってことになります。これがトレンドですよね。で、ここにレンジがまだできていて、ここにレンジがあって、トレンドがこういうような形ですね。レンジが多いでしょ。トレンドってのは本当に一瞬なんで、エントリーしてすぐに、利確みたいな流れになってくるわけですね。で、見なければならないのが今回はここです。直近のボックスなんですけどね、上から下がってきて、上に当たって下に行って、下に行ったら今度上に行くみたいな流れができてますよね。で、トレンド転換が起きたって言ったら私はこことここなんですよ。だから、こっちからね、バイの方に行くかなと思ったら昨日はセルの方に動いて、またセルの方に行くのかなと思ったらまだバイの方に動いてるでしょ。横ばいになったってことなんですよ。それで改めて移動平均線を確認すると、ちょっとね、右下下がりの横ばい移動平均線が見えるということですよね。だからこういう場合は抜けたら下に行くんじゃないかなって判断をするわけですよ。よろしいですかね。じゃあ1時間見ていきます。はい、じゃあ引いてみましょうか。こっからダウントレンドになってきて、転換して再度転換して、ここでさらに上昇したということなんで、こういうふうにね、なるわけですよね。で、上はまあこの辺から引いておきましょうか。支持点はだから1個です。で、下の支持点が2つです。で、最低、支持点が3つあれば、レンジは引きますからね。どうなんですかね。これで、今日明日は戦えるんじゃないですか。まあ基本的には倍の戦略で、この短い間取っていこうかと思いますけども、まあ、このレンジはね、基本に忠実に、このレジサブラインに当たったら、セールでかけていく。このレジサブラインに当たったら、倍でかけていくでいいと思います。で、ブレイクしたら、そっちの方についていくって感じですかね。まあ、ブレイクしたらついていく。まあ、その準備を掲げればいいのかなと思います。トレンド転換して、再度転換すると、もうレンジに入ったんだなっていう判断ができるというのが今週の、まあ、お題目でございます。だから基本的にはセルの方に向かうと思いますけどね。セルっていうのはブレイクしてです。ブレイクしてセルの方に向かうと思いますので、それが今日起きるのか、明日起きるのか、乞うご期待ということでございます。それでは以上です。